新東宝、新東宝株式会社、新東宝は、かつて東京に存在した、日本の映画会社である。1947年、昭和22年3月に株式会社、新東宝映画製作所、新東宝映画製作所として、創業、1948年、昭和23年4月に株式会社新東宝として、設立され、1958年、 昭和33年2月に同称号に変更している。1961年、昭和36年に倒産し、1964年、昭和39年に国際法営株式会社に称号を付加した。同社が存続した1947年から1961年の14年間に800本以上の映画を制作。初期は文芸色が強く、 ェネツヤ国際映画祭で国際賞を受賞した最核一大女のように高く評価される作品もあった。後期は作品カラーを大きく変え、エログロに代表される徹底した娯楽大衆路線となる。同社の倒産以降に新東宝を名乗る新東宝工業株式会社、新東宝映画株式会社とは別会社である。倒産後、新東宝映画。 第二次世界大戦終結から一年が経過した1946年、昭和21年11月、第二次東方葬儀の最中、東方の経営者側にも、政治的な労働組合側にもつかないと立ち上がった。俳優、大河内伝次郎に賛同した、長谷川和夫、黒川八太郎、入江貴子、藤田進、花江蘭子、山台鈴、原節子、山根久子、 高峰秀子の十0代スターが十人の旗の会を結成して組合を脱退した。同時に組合を脱退した百数十名の有志と共に東方撮影所、現在の東方スタジオ敷地外に戦前に増設した東方第二撮影所、後の国際放映撮影所、現在の東京メディアシティを母体にして四ヶ月後の1947年、昭和22年3月25日に 新東宝映画製作所を創業した。渡辺邦夫や斉藤寅次郎らの監督も新東宝に移籍した。新東宝映画製作所の創業年のラインナップは下記の通り。第一作の東宝千和代は東宝作品のアーカイブフッテージを十人の旗の会メンバーを中心に市川昆が中村福の偽名で再編集したものであった。本格的な製作は 渡辺国夫監督、長谷川和夫主演の桜音で今日は踊ってからである。いずれも東宝が配給し、葬儀による制作不能に陥った東宝のプログラムを埋めていった。1948年昭和23年4月25日に株式会社新東宝として正式に設立、社長には元東宝営業部長で、 配給の神様こと助成昭三郎が就任した。この新会社は、新東方による政策、東方による配給という形で、東方葬儀の最中及び直後の東方を支えるかに見えたが、間もなく、東方は葬儀鎮静後に自主政策を開始した。はしごを外された形の新東方の助成社長は、自主配給の開始を宣言して東方とたもを分かった。 それと同時に、高楽園スタジアム、現在の東京ドームの関連会社として、東方が出資を引き上げたわけではないが、東方からは、独立した映画制作、配給会社となる。しかし、自社配給作品の第一弾として、中川忍監督、死刑を1948年に公開すべく、新東方配給株式会社設立準備を進めていたが、東方が、 裁判所に新東方配給株式会社の設立を止める仮処分を申請、受理されたために自主配給の開始は翌1949年に延期された。以降、文芸作品や都会的センスの作品を多く発表するものの不採算が続く。1955年、昭和30年、元活動弁士で歌手、大見敏郎の実刑として知られる。 東京の大手映画工業主、大倉三が、新東宝の定期株主総会に、株主として出席し、経営に関する意見を発した。これに新東宝の主要株主で、高楽園、スタジアム社長で、東宝社長の小林十三の異母邸で、関東工業会のドンと目された、田辺総営が同調した。大倉は社長に迎えられ、事実上新東宝を買収する。この件で、 東方の影響力が少なからずあったと見る向きもある。すでに当時東映に移籍していた早取りの巨匠、渡辺夫を呼び戻し、取締役にしている。ここで、大倉の取った施策は、安く、早く、面白くで、大倉は経営のワンマン体制も確立した。テスト1回、廃、はい、本番のスローガンのポスターが、撮影書に貼られた。1957年。 昭和32年の渡辺国夫監督、嵐勘十郎主演による、明治天皇と日露大戦争は、史上空前のヒットとなったが、配給網が弱いため、他社の劇場に利益を持っていかれた。これ以前から東方との再統合を含め、何度か他社との合併、統合話が持ち上がったが、その度ごとに、株主の反対や合併後の主導権争い等により、部長に終わった。 そんな中、宇津井健、天地茂、吉田てを、菅原文太、三原陽子ら若手スターが検討した。新東方のエログロ路線とは、前田み子、三原陽子、万里正よらに区間的グラマー女優の作品群を指す。音楽には1970年代以降に、襲名サウンドの愛称で、多くの支持者を集めることになる、渡辺中、撮影には後に、巨匠古金戦。 金風やブルースリーを支えた西本ただし卓越した技術を持つ美術人など優秀なスタッフを用していたが映画史的に公正な評価は下されていない。監督は戦前派で一人残った巨匠中川忍は別格としても土井道義、赤坂長義、渡辺裕介らセンスの高い若手が並び、後年投影にエログロの金字塔を築き上げる石井雄も、 この時期はモダズム派であった。女優は河本三郎の著書、君びわしくに詳しい。1958年、昭和33年2月には新東方株式会社に称号を変更した。同年、渡辺監督は再度退社している。大倉の独善的なワンマン体質により、ヒットメーカー、志村俊夫監督とスター。 前田道子にも去られ、業績は、以後急激に悪化。1959年、昭和34年には、久保直子、若山富三郎が、東映に移籍した。映画を作りさえすれば客が入ったと言われた日本、映画黄金期の1950年代後半でも、新東宝の映画館だけは、観光庁が泣いていた。1960年、昭和35年12月1日、大倉は、 辞任に追い込まれた。テレビ時代の到来に伴い、その後の再検索も虚しく1961年、昭和36年8月末日、新東宝株式会社は倒産した。倒産直前に大量の作品の放映権がテレビ局に売却され、日中の時間帯に放映された。倒産後、新東宝株式会社は生産会社となり、同社の配給部門を切り離し、 同年9月1日に配給会社の大砲株式会社を設立した。同年11月15日には制作部門を切り離し、日本アートフィルムカンパニー、ナックを設立。新東宝株式会社は3分割され経営再建を目指すこととなった。配給会社大砲は五本を配給したところで、翌百六十二年、昭和十七年一月十日に、 業務停止になり、事実上の倒産となった。制作会社ナックは TBS、富士テレビの資本参加を得て、テレビ映画制作に乗り出したところ、経営の再建に成功し、1964年、昭和39年には、国際放映株式会社と称号を変更した。国際放映は、旧、新東宝撮影所の一部と、新東宝の作品の 全権利を継承する更新会社である。かつて同社は阪急東方グループ、現阪急阪神東方グループの一社で、ジャスダック上場企業であったが、東方の TOB で完全公会社化され、2011年2月14日に上場廃止となった。東京都世田谷区木の田にあった新東方撮影所は、その大部分が日本大学に売却されて、 同小学部のキャンパスとなり、残部は国際放映に引き継がれ、同社のテレビ映画制作の拠点となった。1990年代以降は、テレビ映画よりも、情報番組のビデオ撮影が主流になったため、改築し、東京メディア式と改称した。新東宝を追われたオクラは、社長在任中に、世田谷ヤ桜にあった、新東宝第二撮影所、前身は、 戦前の東京発生映画製作所を自己全額出資の富士映画に譲渡させていた。富士映画はそのまま大倉の手中に収まり、同社を母体に、これらとは別に従来自ら経営していた工業会社と配給会社を合併させてできたのが現在の大蔵映画である。大蔵映画撮影所は1974年、昭和49年に閉鎖され、跡地は 総合娯楽施設の大倉ラ,ランドとなっている。新東宝工業の関西ブランチが、新東宝が確立していた工業網を利用し、お色系系の洋画を配給し始め、配給機能のみで制作を持たないので、外部作品を配給し始める。これが現存するピンク映画の配給会社、新東宝映画の源流である。同社は、大倉映画とも新東宝とも、 基本的に関係がない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。